ようございます。今日からまた食事 Vlog 撮っていきたいと思います。なんか朝ごはんを撮りたかったんですけど、ちょっとバタバタしすぎて朝食べれてないんで、今日は事務所で朝ごはん持ってきたの。バリバリ家感。今日朝ごはん、なんか今日家にケンタッキーのビスケットあったんやけど、めっちゃいいよ。なんか食べる気分にならんくて、うん、キットカットのプリン味と会社のアイスカフェラテで食べたいと思います。今からこれ食べて撮影を頑張る。糖分、あ、わらび餅あんで、うん、食べる後で。朝ごはんにしたで今日。うん、美味しかった。できたろか。うん、でも2人にあげたら、ちゃうねん、消費券切れてんねん。うん、だからさ、雨も落ちて申し訳ないの。おは、今日も頑張ろう。1週間月曜日、こんにちは、今日のお昼ご飯です。会社の近くの喫茶店に来てます。こんな感じ。じゃあ食べてく。はい、ノア君、今日の夜ご飯です。こんな感じ。もう食べる気満々。お腹空いてぐずってるので、すぐ食べていきます。あーち、やれましたね。はいはい、わかったわかった。はい、じゃあちゃん。ね、美味しいね。お肉とブロッコリー、ちょっと白だしで。あ、暑かった。暑かったんかもしれん。はいはい、自分で食べねんな。もうね、自分で食べたい時期なんですよ、この人。はいはい、暑かったんちゃうん。どう？あ、暑くないけど。お肉、じゃがいも。そしてスプーン1個ちょうだい。うん、そう、偉いな。で、豆腐も入ってます。ごちそうさまでした。ごちそうさまできるでしょ。カメラ向けるとやらないのね。あ、やってるやってる。ごちそうさまでした。オッケー、今日の夜ご飯です。これはアボカドとベーコンと卵、これは豚肉、オーロラソース、お母さんが送ってくれた韓国のやつ、食べたかったネギトロ。で、これはね、無限玉ねぎサラダです。はい、ちょっと旦那と食べるんですけど、いつも今仕事の話してるから先に一人で食べたいと思います。いただきます。なんかスーパー行ったらさ、鉄火巻きネギトロ売ってて、美味しそうすぎて買ってしまった。美味しそう。300円、高い。うん、なんか吐いちゃいねんな。うん、幸せ。この無限玉ねぎサラダ、明太玉ねぎサラダなんです。食べてみます。うん、おいしい。アボカド、ベーコン、卵も食べます。これはまずいわけがないよね。うん、うまい。最近の思うこと言っていい？なんか私、ご飯作るより買った方が安くつく気がする。下手なんかな。でも今日は家にあるもので作ってみた。だから、あ、でも買ったわ、鉄火巻き。なんかスーパー寄んの好きやねん。で、すぐスーパー行ってしまうねんな。家の帰りの駐車場の横にスーパーあるんですよ。もうすぐスーパー行ってしまう。で、なんか今日食べたいものを買ったり、次の日のパンを買ったり、なんやかんや2、3000円使ってしまう。
のと、なんかメニューを考えてスーパーに行くっていうタイプじゃなくて、なんか買いたいもの買ってその中で作るタイプやから、なんかお金かかんねんな。で、作りたいと思ったらスーパー行きたくなるし、スーパー大好き。じゃあまた明日、バイバイ。おはようございます。眠たい。今日はちょっと早起きしたのでメイクをもう簡単に済ませて、今からちょっと家事していきます。旦那が洗ってくれてる洗い物を朝起きたら片付けるよ。かわいい、トイストーリー。割ってしまった、最悪や。お気に入りやったのに。最悪。これここ割って使ったら危ないかな。最悪マジで。このケンタッキーのビスケット、はい、朝ごはん出来上がり。眠たいよ。なんか独身の時とかさ、夫婦の時ってさ、ああ眠たと思ったら、まあ仕事とかなかったら休みの日寝たりとかさ、私それが一番なんかやり残したことやわ。あ、眠いなって思った時に寝ること、やり残しないか、それが一番子供産んで憧れることか。うん、起きた。食べようとしたのにさ、寝室、今寝室行ったらさ、自分の大好きなこの布団持ちながら立ってたんやけど。ビスケット美味しいよこれ。寝起きの食欲がすごいんですけど、もっとくらい言うてます。ゆーるん。じゃあまたお昼の Vlog で。バイバイ。ワノア、バイバーイ。今日もランチは旦那と食べてます。メロンソーダ。じゃーん、今日はドリアにしました。エビフライ付き。旦那氏はいただきます。うん、おいしい。マッサン、じゃあノアいただきます。今日はノアのご飯は納豆ご飯、ちくわ、昨日の豆腐と豚肉とブロッコリー。納豆ご飯、家で納豆ご飯初めてやな。でも
食べるかな。保育園と食べてるって聞いたけど、臭いか、え、臭いかな。あどう、ちくわ食べてみる。あ、ごめんごめん。あ、え、納豆なんか嫌なんじゃん。納豆嫌そうな感じが。え、マジか。あ、なんか納豆嫌そう。なんか食べる？ほんじゃパン食べる？パン食べるか？あ、じゃあお肉じゃなくてブロッコリー食べようかな。ブロッコリーは？ブロッコリー美味しい。あ、ポテト焼いてあげようか。アンパンマンポテト焼いてあげようか。どうしても納豆を食べさせたい人。ちょっと私が免疫下がってて今納豆を食べ出してるからさ、ノアにも納豆を食べさせたい。このミネストローネはじゃがいもとか人参、玉ねぎめちゃくちゃたっぷり入ってるから、これもね体にいいので。熱い、嘘やん、そんな熱くないよ。ママ食べてみたもん、そんな熱くないねん。大げさ、大げさ、大げささん、ほら大丈夫や。こんな感じでご飯食べ進めてます。あ、熱ない、それ。絶対熱いおー、すごいやん、これフォークでプシュしたら、プシュ、はい、上手。食べてる途中で思い出した、ミルフィーユ鍋を作ったからさ、それにうどんを入れた体に優しいメニューです。前のお家の掃除に行ってたので家帰ってきて今もう9時です。なのでウーバーしました。ふしょ、疲れたわ掃除。なんか私の好きなものだけウーバーしていいよって言われたから、好きなものタイ料理屋さんで、はい、タイ料理屋さんでいろいろ注文したんやけど、匂いが結構本格的で嫌がられるんちゃうかな。もう最近ずっと食べたかってん、これパッタイマジで食べたかった。しかもめっちゃ熱々。うん、うまっ、うまっ。あ、おいしい。待って、めっちゃ食べやすい、普通にめっちゃおいしい。エビ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 でかっ、エビうまそう。エビ、うん、なあ、ご飯食べたもんな。眠せやばい。ちんちゃたい眠せ。うん。と、これね、トムヤムくんのスープちょっと移されへんのがあるから、暑いから。ちょっと待って、なあ降りれる？ちょっと待ってよ、これ見て、トムヤムクンスープ。ちょっとこれが一番匂いすごい。え、めっちゃ美味しい、やば、やば、めっちゃ美味しい。待って、全部美味しい。じゃあ今から旦那とゆっくり食べたいと思います。うーん、うーん、
うだい。はい、ナーサティ、ご飯食べよう。いただきます、してください。いただきます。もう熱くないかな。お芋さん熱くない。カメラ目線。カメラ見ながら食べるねんけど。ちょっと熱いんかな。まだちょっと熱いでのは。結構食べるねんな、あのは。分かってるか。見たら、量見たら分かるか。熱かった。あ、豆腐。お豆腐。あ、それ熱い熱い、それ絶対熱い、これ絶対熱い、こっち食べ、これ熱くない。カメラチェックが入るね、食べるときは。それ熱いで、こっち食べ。熱くないの、これすごいね、あ、それです。めっちゃこれ好きよな。え、違うやん、この小木、あ、なんかナゲットみたいな。お肉全部食べてんだ、あんたも。あ、お茶な、お茶な、お茶な、はいはい。まだごちそうさましないの。じゃあ食べよう。あ、